ルイサ・ビダルは、スペイン、バルセロナ出身の画家である。カタルーニャ地方のモダニズムの女性画家で、パリに出て修行した。バルセロナで生まれた。父親のフランセスク・ビダルは、家具製造業者で、フランスのアール・ヌーボーと、類似した、カタルーニャの芸術様式、モデルニスモの運動の中で、工芸家、芸術家の講演者として活動した人物である。姉妹の一人、フランチェスカは、 チェロ奏者になり、作曲家、演奏家のパブロ・カザルスの長い友人となり、1955年にカザルスと結婚するが、その年亡くなっている。別の姉妹は、文筆家のマヌエル・デモントリューと結婚した。芸術活動に、熱心な環境で育ち、父親から絵を学び、有名な彫刻家、フリオ・ゴンサレスの弟のホアン・ゴンザレスや、アルカディマス・スイホンデベラ。 シーモ・ゴメスといった画家から絵を学んだ。16歳で父親とマドリードを旅し、プラド美術館でフランシスコ・デ・ゴヤやディエゴ・ベラスケスのようなスペインの巨匠の作品を始めて鑑賞した。1898年に芸術家のサロン的存在となっていたバルセロナのカフェ4匹の猫で女性画家として最初の展覧会を開いたとされるが、ビタルの父親が 4匹の猫のボヘミアニズムの雰囲気を好まなかったとして、それに疑問を呈する研究者もいる。1898年4月にバルセロナで開かれた第4回のバルセロナ美術展は、サンティアゴル・シニオールやラモン・カザス、ジョアン・ブリュル、ジョア・キム・ミール、ラモン・ピ・チョット・ラの画家が出展し2000点以上の作品が展示されたが、ビダルも3点の肖像画を出展し、1点が、 戦外科作に選ばれ、複数の新聞、雑誌の批評欄でも賞賛された。その年の11月、父親などの支援を受けて、バルセロナの美術館、サラパレで展覧会を開いた。1901年にパリに移り、はじめアカデミック美術の画家、アンリ・レオポルド・レビに学ぶが、ほどなく私立の美術学校、アカデミー・ジュリアンに入学した。この学校にも満足できなかった。 1902年にイギリスにも旅した後、パリに戻り、ルーブル美術館の作品を模写して修行し、私立の美術学校で、ウジェーヌ・カリエールにも学んだ。パリで活動していたカタルーニャ出身の画家、ルシニョールやカザスからも影響を受けた。パリで美術を学ぶとともに、フェミニスト新聞、ラ・フロンドなどから、女性解放運動についても知ることになった。1902年に姉妹が病気になり、 また、実家の財政状況が厳しくなったので、バルセロナに帰国した。バルセロナでは、カーメンカー、ドルアス・マンセルダ、フランチェスカ・ボンネ・マイソンといった女性芸術家たちと展覧会を開いた。雑誌の挿絵も描き、マドリードやバルセロナで展覧会を開いた。1908年から、美術の個人教授をして、家族の生活を助けた。 1911年からその年亡くなった画家の石ドラ、ノネーのスタジオを使って自分の美術学校を開いた。1919年にスペイン風邪の流行の犠牲となった。42歳であった。オルトラ、コンソル、ユーザビダル、ラミラダ D、ウナドニャ、エルエンプリームと D、ウナアルティスタ、バルセロナ、サルバテラ。ありがとうございます。